はい、皆さんこんにちは。今日は我が家の鉄道模型を皆さんに紹介したいと思います。まずは、箱がないやつから。これ E231系の湘南新宿ラインのやつです。これホビーランド無事で買ってみた。今給料です。そしてキハ25とキハ28ね。あとは京浜東北線の E233 系と681系の3両と683系の6両と113系と4両の飛脚車です。あとは車両ケース7両用、まあこれが2つ、同じやつが車両ケース7両が2つあるんですが、これは両方客車が入っています。ですから14両ここに客車が入っています。そして183系特急電車橋立セットと、キハ181系特急ディーゼル浜風セットと221系4両基本セット、まあ6両入っています。で117系6茶山製色は6両と、ここにはまた7両客車ですから、僕が持っている客車は合計で 7×3+4 ですから25両ですね。はい。でこちらが E231 系常磐線付属5両セットと書いていますが、この中には加藤の山手線の中間車が6両入っています。そして動力もここに入っていますが、これが先頭2両です。はい。そしてこれが積水金属と、まあ、今の加藤とキハ58と EF65 の千万台人気貨物色と、まあ、いろいろあります。かわいい81ですね。でそしてヤフオクで買って中に入っていたなんかよくわからんものと E531系の電車とホームとクロスと踏切と車止めが2つとステップ1つステップ2つとこちらが橋と、ポイントとシール、ステッカーと、田舎のホームと、これがちょっと壊れている、ね、ここが折り曲がっている線路と、壊れたパンタグラフと、上にもホーム、自作の木のホームと、プラスチックのホームと、加藤の対抗式ホームと、E233系2000万台4両増結セットと、新快速、223系2000万台自社新快速と、4両セットと常磐線セット4両セットと313系2300万台2両セットと321系基本セット3両セットと、買ったばっかりの木造駅降車とバラストで、これが、まあ、1億円です。でこれがキットの昔のビルと、こっちの後ろにはマストラクチャーがありますちらほらと。ということで今日は我が家の鉄道模型を紹介しました。